ゴレスターン宮殿はイランの首都テヘランにあるガージャール朝時代に築かれた宮殿で2013年の第37回世界遺産委員会で世界遺産に登録された。テヘランの歴史地区の中心部に位置し、テヘラン最古の建造物の一つに数えられる。前身となる建造物はサファビー朝時代に築かれており、拡張と増築の末19世紀に 王家の住居圏がアジャール朝の成長とされたことで、今に残る特徴的な装飾が付与された。現在は主に八つの構造物からなり、多くは博物館として使用されている。中心部には同盟の庭園が広がり、全体を門のある外壁が取り囲んでいる。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。 日本の発大中ペルシャ特命全権講師、笠間隆雄は、ゴレスターン宮殿で新任状を法定した。この故事を祝して、日本、イラン外交関係樹立90周年にあたる2019年の8月に、両国の友好関係をテーマとした記念行事が開催され、山田賢治外務大臣政務官や、モハンマド・ハサン・ターレビアン文会さん、で工芸。 観光庁副長官などが参加した。センター、ユネスコワールドヘリテッジ、ゴーレストンパレス、ユネスコワールドヘリテッジセンター、2019年7月15日、閲覧、外交聖書第63号2020年版、第2小地球儀を俯瞰する、外交第6節中東と、北、アフリカ、P120。ありがとうございます。